矢野良子は、日本のバスケットボール選手。徳島県出身。ポジションはフォワード。ニックネームは、涼。花の78年組の一人。2004年アテネオリンピック日本代表。三人姉妹の末っ子で、矢野優子は、自主姉たちの影響でバスケを始め、徳島県立上北高等学校卒業後の1997年に、自主が所属していた、ジャパンエナジーに加入。 当初のポジションは、センターフォワードであった。萩原美希子の本場移籍後は、チームのエースとして活躍し、W リーグ優勝4回、皇后杯全日本総合選手権、優勝6回に貢献した。2003から04シーズン W リーグプレイオフ、MVP も受賞。2005年、富士通レッドウェーブに移籍。2006年の第72回オールジャパンで、チームの初優勝に貢献。 以後2008年の第74回大会まで3連覇を達成。W リーグでは2006から07シーズンにレギュラーシーズン MVP を獲得した。2007から08シーズンはプレイオフでフルスジョモを下し、チーム初のリーグ優勝を達成し、MVP を獲得した。異なるチームでの W リーグプレイオフ MVP は史上初。2008年。 富士通とプロ契約を締結。日本女子バスケットボール選手では、大上優子に次二人目となる。2008から09シーズン終了後に、富士通を退団し、トヨタ自動車アンテロープスに移籍。1シーズン目の2009から10レギュラーシーズンで1位となり、同 MVP を獲得。2013年の第79回オールジャパンでは、トヨタの初優勝に貢献した。 2017年、オフトヨタを退団し、3X3 への転向を表明。2020年、3X3 日本選手権大会で MVP を受賞1996年、U-18 日本代表に選出され、U-18 アジア選手権で準優勝。翌年の U-19 世界選手権に出場した。バスケットボール女子日本代表には2001年に、 初選出され、アジア選手権で準優勝。翌2002年の世界選手権に出場。2004年1月、仙台市で行われたアジア選手権兼、アテネオリンピック予選では、準優勝して、アテネオリンピック出場権を獲得。準決勝の韓国戦では34得点を挙げ、逆転勝利の立役者となった。同年8月、アテネオリンピックに出場。その後、 2005年アジア選手権、2008年北京オリンピック世界最終予選、2012ロンドンオリンピック世界最終予選にも出場した。3X3 転候後、3X3 女子日本代表で2017年フィバ、3X3 ワールドカップに出場している。ありがとうございます。